京都のポント町かぶれん場には久しぶりのにぎわいが戻りました。京都五花街では新型コロナの影響で春と秋に行われる公演がすべて中止となったため、去年以降にデビューした新人舞妓は舞を披露する機会がありませんでした。そんな中、伝統の継承を危ぶむ声が先輩芸妓らから上がり、今日の特別公演が開かれました。舞妓や芸妓は踊りの芸をお客さんに見てもらうことで成長すると言われ、新人舞妓たちも初公演に強い思いを持って臨みました。すごい初めての舞台やったのですごい緊張したんですけど、今までお稽古してきた分の成果を出し切れるように取り直させてもらいます。いろんな姉さん方にお稽古をつけてもらって教えてもらったことをできたと思うのでよかったです。感染予防のため、今日の公演では座席を定員の半分に制限し、劇場に足を運ぶことができないファンのためにオンラインでも配信されました。